ろうか。一緒にいいかな。一緒に入っちゃうね。行きます。さん今日。じゃあと夏休み。うん。今日 G よっていう感じ。いやいや前から。あやめに関してだけ新聞書いたんで。司会でございます。当然とは言いながら。うん？あごめんなさい。はいこんにちは。こんにちは。はいお待たせしました。ごめんなさい。あ見てましたそれ。え？はい。はい、どうも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 。はいどうもどうも。どうもこんにちは。すごくお座りくださいまし、お座りくださいませってもう座ってたか。座ってます。元気そうで。いや僕はもうね、もう私みんなに超迷惑かけたけど。そう。そうだって6ヶ月やってるやつ。キャンセルばっかり。12月の3日にベルリンフィルで最後にやったの終わりでもずっと。でもすぐ日本にお戻りになられたのね。あれいいですね。あの病気になってからね、うん、でもいろいろお世話になりました。今度もまたいらしてください。はいはい、音楽はずっとやってます。あのオープニングの日にはお伺いします。それはメンデルゾーンのエリアっていうね、はい、オラトリオで相撲で書いたんだけど、あのカルマンさんっていうのがオペラ的にやりたい、うん、本当は面白くなるはずなんです、うん、あのいやあの挨拶文にも書きましたけども、いつもほら原稿遅いから災害も起きたら書いたんだけども、選挙期間中にまさに祈り、ある種の祈りの歌で幕をね実質的には開けるっていうのが大変で、それも本件の私にとってはすごい深いなと。それとまあそこで書いたのは竹光徹さんのね、まさに私たちのこの浅間山の見える風土を愛された方、ある意味ではその彼の今回は演じませんけど、彼のまさに代表作であるノベンバーステップスというね、そのあの素晴らしい音楽の中に人々が魂を失わず、ノベンバーステップス秋にねそのまた飛躍していく、そういうその2つがあるっていうのは大変に意味深いことだというのを書いたんですけどね、パンフレットに。竹光さんはあそこのね、あそこ小諸の三代田の三代田、はい、今年が10年なんです。そうですね。あっという間でしたね。いやあのお嬢さんと奥さんは、お嬢さんがまだ上級でキャピキャピしていた頃知ってます。竹光さんはね、あのお嬢さんがまだ幼稚園の頃、うん、トロントに僕の家住んでた。あ、そうなの。で僕が送り迎えしてたの幼稚園に。あそこ運転誰もできなくて、うん、竹町さん運転しないんですよ、うん、あのそのノベンバーステップスの初演のために、うん、お、そうですか。あのトロント来てたんですよ、うん、そういうあれ、うん、だからそう満喫ちゃう、うん、どれぐらい出しちゃったんですか。いやあれね何ヶ月かね、日本の幼稚園から来て、うん、あのカナダの幼稚園に何ヶ月だったの。そうそうそう、それは昭和30年、40年前後ですね。そうそうそう、それは来られた1964年か5年、うん、さらに来られた頃、うん、東京オリンピックとかね。そうそうそう、そのくらい。あんたこれからどこ住むの。え、こ住むのはどこですか。あ、軽井沢、もともと今だって軽井沢に親と住んでました。親が朝、母親がお弁当を作ってくれて、父親がズボンのプレスをしてくれて。おいくつですか。母が昭和3年の10月で、父が昭和5年の3月ですから、77、78。僕は今年71になるんです。若いよね、本当に大変なもんだ。あなたは新聞読むと55だ。今50だって55じゃない。あ、50か。今度55号じゃないって。50。でもなった時は44ですからね。あ、変だ。もう書くことにまた戻るってそういうこと。いや、書く才能もないんだろうけど、まあ書くこともずっと記事をやってると感もやってきてますから、それは逆に言うと頭の整理として。まあね、人に奉仕するのが私の喜びだから、そ
それはだから恋愛と一緒。自分の自己満足で恋愛してるんじゃないか。人に喜んでもらえるようなことができればいい。人が嬉しい表情になればいいな。人が嬉しい表情になればいいな。そういう場所がどこかにあれば、それはどんなジャンルであっても。